そう、マリオ。まあ、ここはちょっと多少パセパテの成形入れて、ですね。もうそれもすぐ終わりですよ。はい。お疲れ様です。はい。ああ、手応えなかったな。PIC チャンネル。何ですの。おはようございます。いつものお願いします。ご苦労様です。PIC チャンネルお帰り。ありがとうございます。すいません。はい、カメラ交代で。サンバーの引き続きです。はい。はい、おお、綺麗になってます。綺麗になってますよ。この耳。ここちょこんって出てるじゃん。これ。はい。はい。これがもうぐしゃぐしゃげて、はい、なくなってたんや。はい。じゃあ神がここ作ったんや。鉄板機っていうやつ。すごい。で中に骨、うん、サブフレームみたいなのがあるから、はい、そこの最終的に溶接でちょっと引っ張り出して、ちょっとそこはあの本当に企業秘密だから、うん、神がさすがにちょっと NG ということで、最後もうちょっとだけサブメンバー引っ張って、中の鉄骨で溶接して、で完成って感じで、パテで成形して、もう全然わかんない。単体と一品で、一品で比べても、もう全く一緒な感じ。あー、本当だ。すごい。綺麗になってる。この辺で仕上げたいな、結構へしゃげてましたもんね、うん、完璧でしょ。まっすぐやし、綺麗にね、はい、で、まあ、さすが神、あのお客さんのこの関係ないところのへこみ、はい、もう拾ってあげてます、ちゃんと、はい、まあ、全部やりだすとキリがないんだけど、はい、まあ、もう目につくところ、気になるところは一緒に直してあげて、はい、まあ、ここ1枚塗装っていう感じですね、はい、ここだけ直してもいいんやけど、せっかく塗るんやったらな、ちょっと拾ってあげようなっていうイメージで、はい、で保険もうまいこといきそうなんで、まあ、こんな感じで修理やってますっていうところです、はい、で今からね、塗装は入っていくんだけど、今回ちょっと塗装が一本取ろうかなと思ったのは、これ赤棒って言って、はい、もともとなんかサンバーのスバルが発注かけて、赤棒っていう、あれは何だ、会社なのかな、会社ですかね、俺てっきり郵便局かな思って、違うね、まだ別やねん、赤棒と郵便局って、うん、はい、だからその赤棒が使ってた車、はい、なのでここ見てもらったら赤やねんな、赤が出てきてるの、全塗装されてるから、あー、本当だね、うん、おこの赤だった車、うん、結構綺麗ね、あ、この辺めくれてきてる、あ、本当だ、めくれてきてる、赤いでしょ、うん、もともと赤なの、うん、それを多分バッと全塗装して白に戻して、はい、まあ、再販かけて、まあ、お客さんが今使ってるって感じ、はい、再販かけたところで買って、でこの白って何の車の白なんやろって気にならへん、確かに気になる、まあ、お客さんが一番気になると思うよ、はい、まあ、僕らからするとただの白だから、はい、まあ、そのままでいいかって感じなんだけど、はい、うちって朝食器があるやんか、ありますあります、あれで測ってみて、はい、実際何の車の白が出るんかっていうのを、はい、多分このお客さん車大事にするタイプの人だし、はい、自分の車すごくあの、うん、愛してると思うんで、はい、この白はこの車種の白なんだって思うと、またちょっとほらね、愛着が湧くというかさ、はい、白って言っても本当にいろんな白がある、そこにもあるけど、ハイエースの白もあれば、はい、キャラバンの白もあるし、白もあるし、まあ、僕がこの間だったカウンタックの白もあるしさ、はい、白って言っても多種多様やんか、はい、それを一旦今日はどんな白が出るかを、はい、試してみようというか、もうどうせ仕事でやらないとダメなんで、これを一本ちょっと動画にさせてもらおうかなと思います、はい、では早速特色機を当てていきたいなと思います、はいはい、ちなみに後方予想は BM が出そうな気がするな、 BM の300アルピンホワイト2、BM か BM か Audi か、うん、見つまするんだけどな、分からん、なんだろうね、あ、私 Audi か
実はキャラバンで悩んでるんですけど。あ、まあ青緑系やね、はい、青緑系の黒白やね。たらここでやってみましょうか。はい、何が出るかな。この段階では出ないもんね。これをいつもね、何かしようとするとこれ出るんですよ、うっとうしい。エフェクト版を読み込んでください。定期的にチェックせなあかんねんな。そうですね。この機械ってすごく便利なんでしょとか言われるんですよ。でも新しいものを好まない人はこれの文句ばっかり言うんですよ、はい、その一つがこれが壊れたら話になんねえとか、はい、これに頼りすぎると結局コンピューターだから、うん、なんかこう設定がおかしくなった時にすごくロス食らうだろうとかいろいろあるんですけど、全くそんなことなくて、ちゃんと使ってれば全然使えます。あの業務でもずっと使えるし、あのちゃんとっていうのは要は大事に保管してとか。唯一めんどくさいのがこれ、今出たやつこれなんですよ。メタリックっぽい青と普通の白。要はこの機械が作られた時にシリアル番号が振られます。このオンリーワン、この機械に対してオンリーワンのこれ、これに対してこれ。だからこれを別の機械にやってもあかんのよね、はい、これとこれが登録されてるのよ、はい、で定期的にこれどれぐらいのスパンなのか、これしょっちゅう出るような気がするんだけど定期的にやっぱりズレがないかを確認したいっていうことで、はい、このメタリックと白、はいはい、まあ、エフェクトっていうのは要はメタリック、はい、パールの音を指すんだけど、エフェクトを一回読み込んで確認してくださいっていうのが出るんだね。これがね若干めんどくさいんですよ。若干っていうか、まあ全然めんどくさい。こうやって立てて、OK 置くだけなんだけど、ね、うん、これがね、たまにね、何回もやらされる時があるの、ほら、あ、うまくいかないね。そう、これがね、めっちゃ面倒くさい。ほら、綺麗にしてくださいって、綺麗なんだけどね、うん、なんでか知らない。綺麗に保管してるんだけど、ケース入れて。お、いけたいけたこれ、今これエフェクトチェック OK って言ってますね。OK、これほんまひどい時ずっとやらされるもんね。ずっとやらされる。え、白はいいの？読み込んだ。あ、もう読み込んだ。寒いと機嫌悪くなるね、こう。そうそうそう。まあ冬場なんかはもうちょっと車に暖房をして、はい、暖房つけてそこ置いとく。すぐ使う時は。はい。もう一回やるの。はい。でもカラー番号を探して、はい、でそのカラー番号から、はい、チップ拾って、はい、チップっていうのはその見本、はい、でそれ見て調色してっていうことを考えたら全然こっちの方が早いよね。多少そのほら温めたりとか。あれ何なの、3回目がダメなの。3回目あかんときってずっとあかん。いや、それ初めてなりました。あ、いけたいけたいけた、はい、よかった。なんでかわからんけど今 2回目、3回目で残っ、うん、1回と2回目の残ってるデータで作りますって出るから、うん、それ良くないよね、はい、せっかくやっぱ3回はかかってちゃんとやらないということで3回目の正直で出ました。はい。で、さあ何が出るか今ここにこのサンバーの白のデータを抽出して、はい、こっちに今から入れます。9っていうやつ、はい、これが今測ったやつですね。10月6日の、はい、違う10月9時9分こういうね、はいはい、でこれを押して、うん、で塗料タイプは6000っていう、うちは6000っていう塗料使ってるんで、はい、で、ソリッドやね、白やから、はい、
これでいこうか、はい、メーカー指定なしでいきますね。はい、さあ、ドキドキ、何やろ、お、めっちゃ近い、0.39。おぉ、ドゥルン、ドゥルン、この下に出ます。はい、ドゥルン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 、効果音、スバル、スバルやって、え、すごない、これスバルやろ、スバルのサンダー、泡したんか、おも、え、うん、思った感じじゃなかった、スバルか、これスバルですよね、そう、あれ、スバルのお色ですね。全塗装してるよね。はい。すごない塗った人。スバルやし、スバルの白にしようか。ってことか。ってことやね。ごめん、俺勝手な固定概念あったら、だいたい、はい、なんかほら、ちょっとアレンジして、こんな白の方がいいんじゃねえかとか、はい、あるやん、なんか、はい、特にこういう車でそんなこだわりなかったりするやんか。はい。多分、仕入れて、多分、赤を白にしてくれみたいな発注やと思うよ。で、そんなこだわりないから、もしかしたらワンちゃんなんか白に適当に何か入れて塗ってんのかなって思ったけど、ちゃうねちゃうね、 0.39 って言ったらめちゃくちゃ近い、はい、0がもう、はい、もう全く一緒って思ってください、はい、で1がちょっとなんかこう足したりとかして調色しないといけない、うん、そうよ、 0.39 ってことはもうほぼ一緒の、はい、今色が出たんで、このファッションで、はい、でその車の色は何だって言ったら、スバルの 51E ピュアホワイトってやつですマジ、スバルか、白、うん、黄色、ブルー、青、うんうん、黒、うん、です。だ白に黄色チョン、うん、青チョン、黒チョンですね、ですね。お客さん、このお客さんの車のスバルの白はスバルの白でしょそんなことある、すげえ、すごいね、すごいね、いや、これが新車のスバルやったら分かんないからな、はい、そういうことやんな、はい、ここが新車のスバルで、新車の白、要はスバルからシフトされた白やったら、まあ、全然分かんねえけど、はい、全塗装したやつでもスバル出るってすごいね、すごいですね、え？うちに依頼入ってきたら買えちゃうよね。買えると思う。白にしてって言われたら。うん、スバルやからスバルの白にしようってなる？まあ、当然じゃ当然か。まあそうか。そうですか。はい、てな感じでじゃあ、はい、もう朝食は本当しなくてよさそうなんで、うん、もうこのまま色を作って、このデータ通り作って、はい、塗っていきます。塗るときはまた塗ったとこから次の動画へ続きたいと思います。皆様、今回の動画が面白かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします、車の事故、板金塗装のご依頼は大阪の豊中市浜 3-777 の BIC までご用意ください。はい、お願いします。では、いってらっしゃい。今回珍しく私が朝食した。そうやね、部長が朝食してもらってで僕が塗装っていう感じですね。はい、はい、板金塗装業界盛り上がれ、チャンネル登録もよろしくね。